とヘビバンジョー。こんにちは、ハヤトマンです。それでは今日もフィギュアレビューをしていきましょう。本日紹介するフィギュアはこちら、2019年6月発売ですね。メーカーは海洋堂、商品名がですね、海洋堂カプセル1ドラえもんビネットコレクション1という商品ですね。全5種の商品でございました。いやー、久しぶりに海洋堂さんのフィギュアですよ。あ、そっか、レビューでは1回もやったことないですね、海洋堂さんのフィギュアはね。ちなみに商品名であるビネットというものなんですけど、ビネットというのはジオラマという意味になります。ですので、ドラえもんジオラマコレクションという風に聞いた方が分かりやすい方もいるかもしれませんね。今回この全5種のフィギュアのレビューでございますが、こちらもですね、500円ガチャというか、玉に入っているものなんですけどね。500円ですよ、1個500円。なかなかの金額ですね。まあ、500円のフィギュアってなると、そこそこボリュームが求められると思うんですが、このフィギュアはね、結構ちっちゃいですね。ですが、さすが海洋堂さんですよ。すごく細かく作ってありますんで、やはりね、あの海洋堂のフィギュアは他のメーカーよりも一つ上のランクをいってるような、そんな感じがしますね。今回ね、このミニブック、まるでコミックスのようなミニブックですよね。全5種っていう風にね、上の方に書いてますけども、5巻みたいですよね。では早速ミニブックを、中を見ていきましょうか。はい、ではこちらミニブックを広げたページでございます。いいですよね、ここコミックスの表紙みたいで、こっち裏表紙っていう感じしますもんね。いや、ドラえもんファンにはたまらないですね。そしてフィギュアたちの紹介と、あとは注意書きとか、そういうことですかね。この商品もですね、対象年齢15歳以上って書いてますね。子供は買っちゃダメよというものですね。ではミニブックのね、中の方を見ていきましょう。一体一体ね、フィギュアの解説が載っておりますね。1つ目、ドラえもんポケットサーチというものと、タイムマシンで冒険に来ましたよ、おばあちゃんの思い出。僕これが欲しかったですね。これ一番いいな、やっぱり感動しますもんね、このエピソードね。タケコプターで大空に、そして最後ですね、ドラえもんとミニドラえもんというですね、全5種の商品でございます。それではフィギュア自体を見ていきましょう。はい、では1つ目ですね、ドラえもんポケットサーチというものですね。ポケットサーチというのは、要するにポケットの中をあさぐってるというドラえもんの、その姿のフィギュアということですね。海洋堂さんが作っただけあってね、立派に作ってありますよ。ただね、別にあの腕が動くとか足が動くとか音が鳴るとか、そういうギミックが入ってるものではないですので、そういう意味ではね、もう本当に普通のフィギュアという感じですかね。可愛いですね、この後ろ姿、尻尾可愛いな。ドラえもんがね、舌を出してテヘペロしてるみたいな感じでね、可愛いですよね。はい、では続きまして、タイムマシンで冒険にというフィギュアですね。これね、結構ちっちゃいんですよ。またあの例によってね、100円玉で大きさを見てみましょうか。こんな感じですね。タイムマシンでね、時空を超えているという、それをフィギュア化した商品ですね。のび太とドラえもんの顔がいい感じですね。いや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 、これ細かいよな、ちっちゃいんだよな。 こんなですからね、こんなちっちゃいのかっていう感じですよね。まあ、500円にしてはちょっとボリューム不足かなっていう感じはしますけど、まあでも出来はとてもいいと思いますんでね、あの個人的には満足しております。こちら裏から見たところですね。後でね、ターンテーブルで360度どんな風なフィギュアなのかというのを見えやすくするようにしたいと思います。タイムマシンの中ってこんな感じだったんだみたいなね、そんなイメージですね。タイムマシンといえばね、2000年でしたっけね、ヤフーオークションにタイムマシンというのが出品されたことがありますよね。あれは未だに本物だったのかという議論がね、あるっぽいんですけども、すごかったですよ。99兆円ですからね、99兆円で落札される前に出品者がね、取り消したっていう話でしたね。ヤフーオークションタイムマシンって検索したらですね、出てきますよ。このその当時それを研究してる人とかもいましたんで、その人たちのブログというか、研究した中身というのがどういう感じだったのかっていうのが見れますね。あれ面白かったですよ。僕もタイムリーで見てたわけじゃないんですけども、すごくワクワクしましたね。本当にこの人いるんじゃないかみたいな、本当にタイムマシンマジリアルもんじゃないかっていう風にするぐらいすごいものでしたね。あれ何だったんだろうね、本当にね。あの後の続きとかも少しだけあって、いやいやいや、もう何だったんだろうってね、思いますけど、あのロマンの塊みたいなね、伝説のオークション出品でしたね。はい、そしてこちら、おばあちゃんの思い出ですね。僕これが一番欲しかったですね、今回のこのドラえもんビネットの中でですね。いやいやいや、もうこの話ね、感動するんですよね。タイムマシンでね、おばあちゃんが生きてる時代に
のび太が行って、でのび太その時はねすごいわがままでおばあちゃんに迷惑かけまくって、でおばあちゃん亡くなってしまった後もずっとおばあちゃんに会いたいおばあちゃんに会いたいってっていうね、ちょっと泣けてくる話でしたね。ぜひねご覧になったことがない人はこのエピソードぜひ見ていただきたいと思います。このおばあちゃんの表情最高ですね。よく作ったな、すごい出来だな。いや畳とかまで作られてますからね。ちょっとそこ映してみましょうか。見てください、これ畳ですよ。これ100円玉こんな感じですよ。畳の縫い目一つ一つまでね作られてますからね。いやーすごい出来ですね。のび太のランドセルもすごくないですか。細かく作られてますよ。いやーやっぱフィギュアって最高ですね。こちらおばあちゃんの後ろ姿ですね。なんとも哀愁漂うというか、僕にもおばあちゃんいましたけども、数年前におばあちゃんは父方も母方も両方とも亡くなってますんで、もう会うことはできないですけどね。タイムマシンがあったら会いたい、会いに行きたいですね。今この動画を見てる方でおばあちゃんがまだご存命という方、ぜひね生きてるうちにねおばあちゃん孝行してあげてくださいね。もうもしね亡くなってしまったらやりたくてもできないですからね。もっともっと関わりたかったなって思いますけどね。僕も後悔してますよ。何の話してんのかね、フィギュアレビューなのにね。はい、続きましてタケコプターで大空にというフィギュアですね。いやこれもねすごくよくできてますね。これは記念すべき1巻の1話目を再現したフィギュアですね。最初ねタケコプター頭じゃなくて、ね、お尻につけるんですよね。その後ねズボンが抜けちゃってパンツのままのび太は家に帰っていくと、そういう話がありましたね。いや懐かしいな。これもよくできてますね。こののび太の表情すごくよくできてますよね。そして雲の上でね飛び回ってるというところを見事に再現した素晴らしいフィギュアだと思いますね。こちら後ろ姿ですね。タケコプターね欲しかったですよね。どこでもドア欲しいな。でもねタケコプターはね将来ドローンに人が乗れるようになるかもしれないということで、それがねリアル版タケコプターになるんじゃないかなというふうに言われてますね。いやいやどうなるんでしょうね将来って。ちなみにこれ撮影してるのは2020年ですので、20年後とかにねこの動画を見てみたら、今こうなってるよってね突っ込んだりするかもしれませんね。将来この動画を見た時にああそうだったんだと思い出せるように一応言っときましょうね。2020年はアップル社の iPhone が11が発売してる時代ですね。2020年の年末に iPhone12 が出るのかな、 5G という規格になるそうですね。20年後とか2030年2040年とかに人間が乗れるドローンが発売されてるんでしょうかね。そうだといいなと思います。はい、最後はドラえもんとミニドラえもんというフィギュアですね。このね赤いちっちゃなドラえもんはね、ドラえもんが壊れてしまった時とかにね直してくれるという修理をする機能のあるちっちゃいドラえもんですね。かわいいですね。あ、もうこのねドラえもんの笑顔といえばこんな感じですよね。原作版の笑顔っていう感じしますね。ドラえもんないるといいなって思いましたよね。机の中何回か調べたっていう同級生いましたよ。僕さすがにそこまではねやんなかったですけどね。カメハメハを打つ夢は何回も見ましたけど、実際に机の中を調べてドラえもんがいるかなとか、タイムマシンになってるんじゃないかって乗っかってみたっていうことは僕はやらなかったんですけど、友達は何かやったことあるみたいですね。この見てる方の中にももしかしたらやったことある人いるかもしれませんね。気持ちはすごくわかります。はい、では今回はドラえもんミニビネットコレクションというフィギュアのレビューでした。しかし1回500円ってのはちょっとダブリが出たら痛いですもんね。僕今回通販で買いましたけどね、これだからガチャガチャの玉で入っていたのかボックスで売っていたのかちょっとわからないんですよ。もう持ってる人から買ったという状態になりましたんでね。ね、実際に袋を開けてみて、あ、やっぱり海洋堂さんの出来はいいねと再認識させていただきました。僕もあの海洋堂さんのフィギュアをねいっぱい持ってるんで、そのうち例えば鉄腕アトムとかリボンの騎士とかみなしごハッチとかね、そういうフィギュアを今後レビューしていきたいというふうに思います。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。そうそうそう、何も考えてなかったから何も考えてない、本当になんかね、あんまり便利な人みたいな、そう、みんなみんなみんな叶えてくれる不思議な大好きドラえもん。
はい、タケコプターがめっちゃ難しいやつさ。はい、タケコプター言ってこれ姉ちゃんに言ってみて。は一人二役、うん、みたいな。はい、タケコプター。待て待て待て、なんでこれ、なんだよこれ。ちょっとわからんこれ。こんなことみんなできたらいいな。あんな夢こんな夢いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれる。不思議なポッケで叶えてくれる。Thank you.